はい、おはようございます。今日はね、テーマとしてですね、ずいぶん前からほら、スタッフクレーションの話だよね。で、まあ、大体今年の11月くらいから、物価の上昇が始まるよねっていう予測をね、以前にしたんだけど、やっぱり案の定だよね。で、それ何かっていうと、日本っていうのは意外にそのインフレが起きてないんだけど、スタグフレーションっていうのは何かっていうと、もうすでに日本はね、ずっと経験してきてるんだけど、要するに景気が良くならないのにインフレが起きてくってこと。ね、で、所得が上がんないんだけど、インフレがどんどん起きていて、で、やはりその、日本のね、ほぼほぼ、所得層の低い人たちの生活がこれからね、脅かされる時代になるなということを、予測してお話をしたと思うんだよね。で、これね、10年以上前に僕はあまりにね、その海外と日本のインフレの上昇率が違うことによって起きてるね、事象を、いわゆるハイパードマネー、つまり、国とか、日銀がね、いろんな形で、お金発行するよね。で、それで、ハイパードマネーによるインフレが起きますよっていうのを、造語として、ハイパードインフレっていうことで、僕の講演なんかでもずっと言ってたんだけど、最近はスタグフレーションっていうのが、ほぼほぼ似たような、名前になって、だんだん皆さんがね、言うようになってきた。で、これは僕が言ってきた、ハイパードマネーのによるインフレ、なんだよね。でさ、もう世界中でインフレが起きてる中で、今回のさ、コロナ騒動あったよね。で、コロナでどういうことが起きてるかっていうと、いわゆる、さ、あ、いわゆるサプライチェーンっていうね、今までずっとこうさ、世界が構築してきたね、製造拠点をここで作る、それをね、輸入する経緯を作る、ね、その中で、金額を決めていくっていうことでさ、世界のバランスがね、なんとなく保たれたわけじゃん。特にそこに保たれる中に、中国っていうね、巨大な、製造拠点が出来上がってきた。で、これはタイだとか、最近はインドなんかもそうだよね。そういうところの、いわゆるさ、製造業がどん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 こう世界をね、引っ張る形になってきて、で、かつての日本と同じように、いわゆる、経済が成長して、所得も上がって、で、経済大国にどんどん上り詰める。日本はさ、そういう面では製造業で伸びてきた国なんだよね。で、それが、今はさ、製造拠点を移してしまった。そこによって、今回のように、例えば、材木が上がってしまったんで、建築費が上がっちゃった。で、あとはね、食料の原材料が、いわゆるサプライチェーンの寸断によって、流れてこなくなった。で、さらにここにコロナの、ね、影響で、物が届かなくなった。そこで、例えば今度はね、このサプライチェーンの構図が変わっちゃったわけ。で、そこでさ、例えば今起きてるのはコンテナの数が足んなくなっちゃった。それは何かっていうと、いわゆる、急にほら、輸出入が減っちゃったから、ね、今まで作ってたコンテナが作られなくなってきて、で、今度流通の面では需要が減っちゃったから供給が当然減っちゃった。で、ところが今回、またこのコロナが、一応、終焉して、ね、さらにこう、ね、元に戻そうって動きの中に、需給バランスが狂っちゃった。で、そこで、結果的にはですね、どん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 物価が上がるってことだよね。で、今回は、今度、原油ですね、産油国が、おしなべて、ね、原油価格を吊り上げる、行動をとってる。ね、それは何かって言ったら、ね、ほら、いわゆるね、石油を使わない、脱石油の環境ね、CO2 の排出規制を世界中でね、
減らそうなんてことになって、でそこで悪者、ね、悪者というか悪者がさ、結果的に、ね、その石油弾になっちゃったわけじゃん。俺は怒るよ、うん、で結局石油危機が起きてくる、でガソリン価格も上がる、でそうした時に、ね、もうあれよあれよだよね。ついこの間まではさ、まあね、リッター140円か150円くらいのがさ、今160円170円なっちゃってきてるわけだよね。1リッターに対する金額だから結構これ大きいよね。パーセントでいくと結構な伸びじゃんっていうことがもうすでに起きちゃった、うん、で産油国も作らないっつっちゃった。で今どうなってるかっていうと、備蓄した、ね、石油を、ね、まあ、国が備蓄しているものを放出するっていうことになっちゃった。だけど、ね、放出するのはいいけど、さらにここで産油国を怒っちゃったらどうなっちゃうのってことになると、石油入ってこなかったら日本の国やばいよね。うん、石油危機って毎回毎回起きててさ、ね、第二次世界大戦の、ね、切り札も結局石油だったんじゃないですかってこと、ね、日本はさ兵糧攻めに弱いんですよ。でっていうことはもう誰が見ても分かるのに、まあ大変なことになってきたよねっていうことなんですよ。だからまあある意味ではね、その経済を立て直すためにね、まあ、今度なんだっけ、新しいまたね、その新種の、ね、コロナの延長性のが出てさ、で結局ね、あの海外からの渡航者、ね、出入り禁止みたいになってるから、そしたらね、その人も出入り禁止だけど物も出入りなくなるじゃんっていうことになると、国内でさ賄えるだけのね、あの原材料も、うん、ね、農作物もね、ないわけだよね。で石油が上がってくれば当然だけども、ね、魚だってさ取るにはね船で行くわけじゃん。でこれのね、とあのいわゆる灯油だとかさ、ね、そういうものがね、値段が上がってしまえば当然だけどね、取れる分量で割り戻すとさ、やっぱり魚も上がってくるよねってことなんだよ。でもうどん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 物価が上がってくるよね。でも実際にさ小麦粉関係なんかもどんどん上がっちゃってきてるよね。でそれがさ 5% から 10% なんですよ。だけどね、5% が 10% 上げました。 10% 上げたら 11% 上がるんですよ。なんでかって消費税が 10% あるからなんだよね。だから累進的にさ、その物価の高騰が起きてくるわけだから、まあこれは厳しいんじゃないですかってことなんだよ、うん、で、ね、それをまあ僕がここでとやかく言ったって治るもんじゃないけどさ、ね、まあ予想ね、できれば外れてもらいたい予想が当たっちゃったわけだから、この先どうするんだろうっていうのを僕はね見てるわけでね。これ、最近僕もまあ、講演の中でもお話ししてるんだけど、トマ・ピケティっていうさ、人がいてね、21世紀のショーンっていうのが あって、でそれに基づくさ、あれがね R ダイナリジーっていうんですよ。で R はね、資本収益率で、 G は経済成長率なんですよ。で実際に、かつて、ね、資本の収益率が、ね、5% であったにもかかわらず、ね、今度はね、G つまり、経済成長率は 1% か 2% ってことなんですよ。これ世界ですよ、ね、日本で落とし込んだらどうなのってことですけども、ね、例えばね、その経済成長率はさ、ね、まあ 1% に満たない。でここね、どうなの、30年くらいさ、ね、新卒者の所得上がんないよね。で政府もね、今度はなんか最低時給制度みたいなこと言って人件費を無理やり上げようとしてるよね。だけどさ、経済が成長してないのに人件費上げられないでしょ。だから本来であれば経済の成長を目指すべきなのに、なんだか知んないけど死ぬもの死ぬものってさ、経済の成長上がってないじゃん。にもかかわらず、ね、我々がやってるような、ね、不動産投資見てくださいよ。この、ね、20年間の間に、ね、160から 170% になってるわけじゃん、ね、つまりこの成長率ってすごい
ね、投資に対する成長率バーッと上がってるよね。これ何かというと株とか、ね、まあ、先ほどのハイパードマネーだよね、に基づくお金の価値が下がってるんですよ、ね、だから物の価値が上がるっていうのは、ね、インフレなんだけども、スタグフレーションはこの経済の成長率が低いまんま投資の効率が上がってきちゃってるから、ここの格差っていう、つまりね、所得格差じゃなくて資産格差が巨大なんですよ。だから僕はみたいな若いうちからね、まあ、不動産投資してってきたから、なんとなく資本は厚いわけだよね。だけど逆にさ、経済成長として見れば、まあ、僕自身はね、その中小企業に勤めたことによって、自分の所得はさ、まあ、思った以上に上がったね。そりゃそうだよね、死ぬくらい働いてるわけだからさ、ね、でその成長をしながら、ね、この投資資本もどんどん上がってきたから、まあ、全体的にね、所得も上がって、いわゆる資産も厚くなったよね。でこの後だけどね、やっぱり、いつまでも人間、ね、働くわけいかないからさ、どっかでリタイアするんだろうな。でその時に今の生活を維持するためにどうするかっていうと、やっぱり資本に頼るしかないわけじゃん。それは預貯金なのか不動産の家賃収入なのかね、っていうことだよね。っていうふうに考えられたからよかった。だけど考えてない人いるじゃん。経済成長率が上がってない、まあ、つまり所得が上がってない、ね、で資産も賃貸に住んでるとかいうことで、資本も、ね、薄い形だと、例えば年金、ね、の時代になったところで年金で食えないわけだよね。そうするともう、ね、個人の経済成長率も低いまんま、ね、でかといってインフレが起きちゃうわけだから経済成長率が上がってくるよね。そうするといわゆるインフレ率が上がってくるわけだね。そうすると追いつかなくなっちゃう。これ誰が考えても分かるじゃん。昔ね、昔とか今の年寄りの人はみんな年金で生活できるんですよ。だけど僕なんかの年代では年金では無理。あとね、2年で65になるから、ね、65になってもらえる年金ってあるよね。で63でもらえる金融年金がこの間通知が来たんだよ。で僕は企業年金というのは、ね、そのどっかの組合のやつだながあって、それはもうこの受給できることになってるんだけど、65歳からの年金でさ、もらったところでさ、ね、14万かなんかでしょ、ね、ほら生活なんかできっこねえじゃんさっていうことなんだよ。ということで考えた時に、やっぱりね、これから先若い人たちっていうのは、ね、何か知らないけど、ね、ゲームで時間を浪費したりさ、ね、何も考えずにさ、働いてね、で何も考えずにさ、預貯金もなくてね、何も考えずにね、ストックに回すものもなくてね、で何となくこう自由に生きてるようになつもりでいるけれども、ね、やっぱり僕はね思うんだけど、若い時からさ、やっぱりこの上を目指すっていうね、意識がさ、やっぱり人を育てると思うんだよ。例えば、まあ、僕なんかの時代は、やっぱり家ね、やっぱり自宅さ、ね、うちの親父がね、まあ、住宅を買ったんだけども、ね、その買う前はね、まあ、ただのさ、その長屋みたいなとこ住んでてね、でさ、俺も子供の頃はね、そう考えてなかったんだよね、周りがみんな長屋に住んでたからね。だけどさ、大人になってみるとあのまま住んでたらやべえよなって思ったよ。うん、だからやっぱり、ね、すぐにね、この業界に入った時には、まあ、まあ親の持ち家に住んでた時にやっぱりそこに住み続けばいかないから、まあ、とりあえず自立するために自分の家を持つのに賃貸にするか売買にするか、ね、購入するか賃貸で借りるかっていうことを考えた時に、自分でいろいろ計算してみたら、やっぱり持った方がいいなっていうことで。ね、一番最初に、まあ、ちっちゃいマンションだけど買ったのは結果的にストックに回ったじゃんってことなんだよね。でそれを持ったからその物件の価格が上がってきたりしていて、で、あとはね、中小企業のに就職したことによって、この会社が大きくなるときに、まあ、いろんなことをね、一緒になって動かしてきたから所得も上がったよねってことなんだよ。だけど、だから逆に言うとさ、僕なんかの場合に、その若い時にさ、ね、まず不動産を買ったってことがまず
よかったな。それはストックに回ってるわけじゃん。でもう一つは、ね、中小企業に働いたから結局そのストックがと合わせて、自分たち の, その経済的な、ね、成長が起きたわけだよね。だから30年間同じ給料ってわけじゃないじゃん。で大手の会社に勤めてる人たちも、ね、当然それなりに成長してきたけども、今は、ね、非常に厳しい時代になってくるといきなりリストラが始まったりするよね。でここのところまたね、うちで中途採用の募集を始めたんだけど、やっぱさ、40から55くらいの人かな、いっぱい来るじゃん。だけど、ね、かつて不動産に関係ないんだけど転職するっていうことなんだけど、じゃあなんでうちの会社に応募してきたんですかっていうと、理由がないのよ。ただ仕事がないだけ。この人になっちゃうとどこも採用しないよねっていう人がいっぱい世の中に溢れちゃってるわけ、ね、で、ね、そのさ、アルバイトだってそうだよね。最低時給でさ、いろいろね、ね、いろんなところでアルバイトするんだろうけど、この最低時給に満たない能力の人は無理じゃんってことになっちゃうわけ、ね、ってなると、これも今度就職に対する、まあ、比較的さ、ハードルができてきちゃってるから、ね、その人たちはどこで働くんでしょってことになった時に、やっぱり、ちゃんとした職にはつけないよねってことになるわけじゃん。でこれはね、これから先ね、まだまだ起きてくる話なんだ。だから、ね、来年、ね、前回もお話した通り、まあ、去年の年末かの番組でお話したけども、ね、来年、つまり今年ね、はスタッフレーションの波が、ね、新たに出てきますよ、ね、あと、ね、サプライチェーンの寸断によって、物価が、ね、高騰してきますよ。でさらに、ね、今のような経済の中では、ね、お金がジャブジャブに出てくるから、ね、要するに、資産の価値が上がってきますよっていうお話をさせていただいたら、やっぱり同じような形になったよね。じゃあ来年どうなんですかっていうことなんですよ。来年についてはね、また年末年始の番組で話した後にまあこの番組から先に言ってもいいんだけどさ、そうすると番組の価値がなくなっちゃうからね、っていうんでね、まあ、番組の方にまずは譲りますけども、ね、ただもっと格差が ひどいことになると思う、うん、これはもう間違いないですよ、うん、で、またね、この番組どうしようかな、これ先に出した方がいいかな、今日はね12月の2日なんだけど、明日だよね、12月3日のアメリカのさ、債務上限問題はケリがつかないんじゃないかなと思ってるわけで、まあ、ついたにしても結局その全体的なスタグフレーションか何かの問題はさらに深まるから、で世界的に今度ね、新しいね、新種のさ、まあ、コロナみたいなのが出てきちゃったら、またさらにさ、そこからもう大変なことになると思いますよ。だからお金っちゅうものに対する物事の意識がガラッと変わると思う、うん、だからそういうね、中で、ね、この日本の国っていうのはやっぱり従来のやり方では大きく間違えた方向に行くんじゃないかな、うん、って思いますね、っていうのはもう実績としてさ、ね、この30年間を見ていけばわかるよね。で、過去の延長線上に将来をね、照らし合わすことはできないかもしれないけれども、少なくとも判断と実行が、ね、判断も間違えてるし、実行も間違えてるわけじゃん。っていうことになって、で、結果的に、まあ、ね、その欧米諸国のさ、流れに乗っちゃったよね。でまあ日本の場合はそれで平和を維持してきたからしょうがないけれども、ね、平和とさ、ね、そのお金、ね、考えた時にね、お金がないけど平和を求める人っているかな、ね、だってそうでしょ、そこらで起きてる事件ってみんなそうじゃん、ね、お金がないから事件起きるわけじゃん、平和なんか言ってらんないよねってことになっちゃってるわけだよね。でこんな社会がさ、みんな望んでるのかなって思わないとね、うん、僕はいけないなと思っていて、で経済っていうものはやっぱりね、実業家が動かしていかないとダメじゃん。
だけど今みたいにね、カンフルバンパン打ちながらのけ、ね、その経済っていうのはやっぱり成長しないと思うよ。だからなんかね、ちょっと間違えちゃっていて、もう日本は先進国と言えなくなってきてるのかなっていうふうに感じざるを得ないよね、って思うわけ。だから少なくとも自己防衛するためにどうするかっていうと、いいですか、もう若い人ね、なんかさ、就職活動って言えばね、なんか大手をね、求めているけども、今のさ、その求める職業と過去に求める職業を見てごらんなさいってこと。逆転してるでしょ？巨大企業っていうものが、なんかそこらのちょっとしたさ、ネットビジネスの方が、価値が高くなっちゃったりさ、するわけだよね。だけど、本来の姿としてだよ。僕は思うんだけども、僕が良かったと思うのは、中小企業に、卒中、あ、に入社して、まあ14年もいちゃったけどね、中小企業にいて、で、会社とともに成長してきた。だから、資産も増やせた。で、いうことなんだよ。で、結構みんなほら、サラリーマンバカにしたりさ、中小企業バカにするやついるけど、俺はそうじゃないと思うんだよ。だから逆に言うと、このね、トマ・ピケティの理論のように、若い時から、資産を作る行動を取りながら、自分の要するに経済的な所得ね、を上げていく、両方とも上げていくっていうのは一番いいんじゃないかなと思うね。まあ、来年このね、ことが理解できなかった人たちは厳しいですよ。なんでかって言ったら、もう今回ね、うちの、採用の話も、もう中高齢者の人たちが溢れんばかりいるわけじゃん。だけど誰も採用しないんだから。っていうことなんだよ。で、本気度が足りないと思うんだ、この人たち。なんでかっていうと、なんかぽんやりとしたさ、大手にね、いて、で、転職繰り返してきて、で、最終的にまたね、転職で、うちに来ようとしたって、長続きしないと思っちゃうもん、こっちは。だから、結局、もう昨日からずっとお断りお断りみたいなの出てて、まあ、逆に高卒のね、新規、これラジオで僕が言ったから、高卒の人どんどん言って、学校で採用が、なければ、うちの方からちゃんとね、言ってくれたら送るから、みたいな言って、で、今、高校生雇ってるんですよ。今年も3人くらいとか、来年も3人か4人入ってくるわ。1人1社制みたいなくだらないことをさ、やってんだよ。だから、逆に言うと、我々としてみればさ、不動産に興味あるんだったらどんどん来なさいって言ってるわけ。別に大学なんて行かなくたっていいですよ。うちで修行しなさいって言ってるわけ。で、大学生もそう。要するに、就職する、前に、インターンシップ来なさいと。で、それで肌に合わなかったら辞めればいいんだからっていうことだよね。みんな人、ぼーっとして、こうね、なんか不動産に興味あって、みたいな言うんだけど、実はお前、全然興味なんかねえだろって言うと、実は、みたいな。お前、もっと興味持てよという話で、お前ね、卒業するまでに宅建取っておくとかさ、まあ、いろんなこと言うんだけど、まあ、ある意味でね、一回ちょっとさ、昭和の時代に戻した方がいいかもしれないな、日本は。実態がわかると思うよ。もうちゃんと、経済成長を考えながら、所得も上げながら、で、もうね、世界と同じような形に、インフレが起きてくるとすれば、日本はね、最低な、低所得者国になるよ。ほっとくと。っていうのは、もう明らかに僕の目では見えてるんですよ。だ、そこをじゃあどうしたらいいんですかってことなんだけど、やっぱ経済成長をね、今から考えなきゃダメだって思うわけ。まあ、ぜひちょっとね、そっちの方に舵切ってもらいたいなと思いますよ。ということで、まあ、ちょっと今日はね、明日起こる、アメリカの債務上限問題、によって世界はすんげえ変わるから、ということで、これちょっと他のやつも取ったんだけど、これ先にあげるようにするわ。ぜひ、ちょっとこのスタッフレーションについては、皆さんそろそろ恐怖感じましょうってこと。そうしないと手打つのは遅くなるよ。っていうことなんで、特に若い人ね、まだまだ僕のこの動画はさ、若い人見てる人少ないけど、ぜひお子さんとかお孫さんに勧めて、
もうぼーっとしてるやつさ、ね、自分の将来のことを考えられないさ、白人の人いるよね。それじゃダメだよ。やっぱりね、ぼーっとしてたらダメだから、ね、なんかゲームなんかやってる、ね、時間があったら勉強しなさいってことを皆さん教えてあげないとダメだよ。って思うね。ぜひ、このチャンネルも若い人に勧めてくださいということで、スタッフレーションの恐怖ですね。お伝えしました。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。